い、本日の日付は令和3年の、8月31日、火曜日の夜になります。時刻は23時41分になりました。こんばんは、ドクターラスカルです。ドクターラスカル2330ライブ配信を始めます。本日の予定配信時間は1時間です。はい、ということでですね、はい、このライブ配信はですね、オープンレック TV、 ショールーム、ツイキャス、ニコニコ生放送、YouTube ライブで同時に配信をしております。可能な限りコメント拾いますので気軽に書き込みお願いいたします。ちょっとニコ生の方のですね、コメントのね、拾う装置があるんですけど、アプリがあるんですけど、ちょっとそれがうまくいってないみたいなんで、動機がね、なのでニコ生時々こう見に来ますんで、ちょっとリアルタイムに拾えないかもしれないですけど、ご了承ください。またアーカイブが YouTube の隣のラスカルチャンネルにもございますので、こちらの方もぜひチャンネル登録とご視聴の方をお願いいたします。はい、ということでですね、本日のお題でございますけどね、巻貝とですね、寄生虫ということでね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、和骨ということでこんばんは。はい、偽宮中ってね、偽宮中って何のこっちゃって感じだと思うんですけども、ちょっとね、変わった寄生虫がおりましてですね、はい、そちらのお話をちょっと取り上げておこうと思いますね。カラデさんこんばんは、ハゴマラさんこんばんは。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、ということで、ちょっと待ってくださいね。ちょっとコメントのね、ジェネレーターというのがうまくいかないです。はい、はい、シャジャさんもいいです。こんばんは。アヤノッティさんこんばんは。スノーピーさんこんばんは。ということでですね、本日もですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、本日はですね、寄生巻貝と、二世虫類というものなんですけれども、今ちょうどね、目黒にあるですね、私の大好きな目黒の寄生虫博物館、ね、入場料無料なんですけどね、私の大好きなも無料なわけですよ、ね、もうただほど高いもんはないんですけどね。ってことで、そうそう、寄生虫、そうそうそう、ね、なんですけどもね、はい。ということでね、はい、ありがとうございます。ですね、民名じゃない民名、目黒寄生虫博物館行きました。おお、面白いし、あそこちっちゃいですけどね、あれが限界ですよ。無料でやっていくのはあれが限界、あの大きさがね、ちょうどでもいいと思いますよ、まとまってて、すごく見やすいと思いますしね、こう関心というか、こう興味をね、広げるのにはもう事足りるぐらいなものだと思います。はい、ってとこでございますね。はい、ということで、ピンキーさん、ゼロということで、こんばんは。カウント完了さんということで、こんばんは。はい、帰りに二郎系ラーメン行きたかった。なるほどね。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。ハッとなってきてしまった。ワクチン2回目接種してきました。ということは、お疲れ様でーす。はいはい。ね。ね、明日とかね、もしかしたらね、ちょっと痛みが増してきたりとかね、お熱出たりとか、ちょっとだるいなーって時は、無理しないでね、お休みになられた方がね、良いかと思いますんでね、本当、くれぐれもね、無理はなさらないでくださいね。ラスカル系ラーメン行きたかった。行きたかったって過去形かよ。もうよくわかんないけど。そのラスカル系ラーメンって何なのよ、大体。意味わかんないんだけどな、まあいいや。はい。ってことでですね、ちょっと今日やっていきたいと思うんですけども、まずね、この巻貝。巻貝ってね、何者かっていう話ですね。明日ですよ。私は不安であります。そうですよね。であんまりもあれですよ、
あんまり不安になりすぎちゃうと、今度それが原因で、血管迷走神経反射とか起こしちゃったら、こうちょっとね、シャレにならないんで、血管迷走反射は誰にでもあり得るんですね。で、そしてね、あれはね、針が刺さってる時間が長ければ長いほどっていうんだけど、関係ないっていう説もあるしね。はい。ラスカル系ラーメンは油ぎっしゅでテカテカらしいですよね。別に俺テカってないからね。確かに油は乗ってますよ。お腹にね、特にお腹とか背中とか、最近も背中が落ちなくてさ、もうさ、もうあれだよ。本当にもうどうやって痩せるかな。じゃ食事抜くのはやりたくないですよね。だもうとりあえずもう運動は嫌いじゃないんで、まあ今やるとちょっと倒れそうなんでやめてますけど、まあバス乗るのやめてますね、とりあえずね。バス乗らないで10分歩く、もうひたすら歩くっていうね、雨降っても歩く、雨に打たれてみたいな感じでね、まあそういう風に自分では心がけてますけどね。はい、ということで、いきたいと思います。ということでですね、ちょっと今日のまあ、資料なんですけどね。まあ、資料ってことじゃないですよ。今日資料ってことの資料はないですよね。背中は普通なのにお腹だけ出る体質なんとかしたい。ああ、私もね、あれですよ。ムラなくついてますよ。だからね、見た目以上にデブですね。見た目はね、言うほど、デブに見えないです。ただね、腹がね、やっぱこう出てきましたね。50になってね、こうお腹とね、それからこうお乳がちょっとね、こう立派になってきましたね。はい、全然のなんか気持ち悪い話なんでやめましょうね。はい、ってことでね、いきたいと思いますけれども、今日はですね、まずね、巻き貝とその寄生虫のサイクルですよね、これをちょっとですね見ていただきたくてですね、お話をしたいと思います。はい、でですね、まずね、これですね、はい、あれ、はい、まあ、巻き貝っていうのがですね、まあこの第一中間宿の死になりがちなんです。毎回食材としてベーコン、トントロは欠かせませんね。本当にベーコンはね、あんま食べないんで、てかね、なんだかんだ言ってね、脂っこいの苦手なんで。いや、食べてるよ。朝からとんかつ食べられますけども、じゃあベーコンとトントロいけるかって言ったらちょっと厳しいですかね。かなり厳しいかもしれないですね。はい、ということでね、そう、なんだっけ、あ、これね、この図ですね。はいはい、まあこれですよ、ファラデーの法則ならぬハラデーの法則、わからなかった、確かにハラ出てけどね。で、まあこの要はですね、ちょっと頂点からいきますけどね、サイクルのね、最終宿主さんがですね、うんこします。うんこしますね。その中にですね、まあこいつらがいるわけですよ。いわゆるですね、なんつあれかな、二世球虫類と言われるものですね。で、まあこいつらが入ってるわけですよ。成虫が卵産んでね。はい、ブラコタムラさん、こんばんは。はい。あったかいトロトロのラードスープがあって、すりおろしにんにくを混ぜるのがラスカルスープだ。うわ、なんかもう、キモ。ごめん。まあいいや。でですね、まあ、宿主さんね、宿主っていうのはね、あ、はい、キャスカーありがとうございます。うんこと聞いてガバッと起きた。ああ、ね、やっぱうんこね、うんこおしっこおちんちんね、これ小学校1年生、2年生のね、もう大好きな言葉ですからね。はい、もう幼稚園児でも大丈夫ですよ。ね、はい、男の子はもうこれできる、ね。まあ、どうでもいいんですけど。はい、ね、第一中間宿主にね、まあ、こう、鳥さんがうんこした時に、その中に、まあ、
体の中で成虫が卵を産むわけです、ね、で体の中でどんどん、まあ、卵で増えていくわけです、ね、その卵が、宿主の中にこう、ね、取り込まれます。で、最初の宿主の中でですね、まあ、もしくはあれか、あれだな、一番最初の幼虫になるのか、あの鳥の中でね、ミラシジウムというね第1回目の幼虫の形になります。この2回ね、この要するに成虫になる前に幼虫の姿があるからね、二世九虫なんて言い方をするんですけども、まず一番最初のミラシジウムというものになります。そう、第一スカット、今からうんこ、分かったよ。赤かこんばんは、ね、寄生虫かわいいですよね。で姉が、まあね、書いた論文、待って待つ。こんばんは。はい、そう、寄生虫かわいいですよね、結構ね、そのものによりますけどね。で、この二世九虫というのは、要するに幼虫の状態の変態が2回あるってことですよね。ミラシジウムという状態から、まあ、もしくは種の状態でね、あの要するに種じゃねえや、卵の状態か、もしくはミラシジウムの状態で、第一週間宿主に取り込まれます。まあ、取り込まれ方は様々です。ミラシジウムの状態で取り込まれるか、卵を取り込まれるかという状態があります。で、体の中でですね、まあ一応この、まあ、一回変態しますね。レジャースポロシストというね、ものに変化するんですけども、それがですね、さらに成長するとですね、セルカリアというものにね、これ、あの前お話ししたですね、あの日本重血球虫もね、この仲間なんで、球虫の仲間なんで、まあ変化しますけど、セルカリアというものにね、変化します。まあ、これも幼虫の仲間のようなものですね。はい、で、そのセルカリアがですね、第二中間宿主にこう入ってきます。これ、お水の中で生きている生き物が主ですね。で、たまにここでこう、ね、日本重血球虫の時お話しましたけども、人の皮膚からね、まあ、入ってしまうというのがありましたよね。だから、まあ、その中間宿主を食べて、ね、まあ、最終宿主に行くと、この繰り返しって感じですね。はい、アヤノッティさん、はいはいはい、サナダムシ、はい、って本当にできるんですか、サナダムシダイエット。あ、サナダムシダイエットね、できるんですけど、おすすめしませんよ。やった人いますね。かつてのあのハリウッド女優さんとかね、日本の女優さんとか、あとまあ医者とか研究者とか科学者とかやった人いっぱいいますけども、痩せる以上にデメリットが大きいんじゃないかなと思います。はい。そう、変態、セルカリアに変身、そんな感じですね。まあ、要するにこういう2つの幼虫状態を持ってね、行くので二世九虫というふうな言い方をしますね。九虫ですね、はい、というものです。はい、メタセルカリアってすごい名前ついてるよね。はい、まあね、サナダムシダイエットはね、結構やってる人いましたよね。だから、本当、寄生虫を愛してやまないね。まあ、まあ、いろいろね、はい。まあ、いるんですけど、まあ、でっかいですからね。でっかいっていうか、長いっていうかね。なしが過去にされていたって、やってねえから。そんなね、やらないよ。まあ、まあ、嫌いじゃないけど。で、まあ、寄生虫がね、要はね、上手に付き合えばいいもんですね。まあ、こういう動きをするわけですよ。で、こういった、要するに寄生虫ですよね。彼らが、巻貝、ね、巻貝ですよ。だから、この第一中間宿主に書かれてるみたいな巻貝ですね、に寄生してきます。でですね、はい、なんで横なんだこれ、はい、なぜかちょっとすいません、縦画面が横になってますけど、ちょっとまあこれでいきましょう。はい、二世九虫ですね、二つに生きる九虫で、第一中間宿主の巻貝に入っていって、そこからですね、
接触圧の減少で、まあ、海藻類に、まあ、行くと、まあ、セルカリアって形か、もしくはね、まあ、いろんなさまざまな形で、まあ、貝そのものが何かの植物とかね、そういうところにこう住み着くんですね。巻貝って何かの植物であるとか、こう動物に、まあ、寄生して暮らすところが多いんですね。5500種類ぐらいかな、500種類ぐらいはいると思います。ほとんどのね、巻貝って何かの草とかそういうところに、ね、くっついてますね。っていうのは、この子たちのご飯がね、元かなんですよね。そう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 。そう、お尻からね、顔出しちゃいますからね。そう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 。肛門から長いね、そうそう。きしめん出すのに抵抗なければ、サナダムシダイエットは、そうですね、確かにね。本当にね、これはやってた方いらっしゃるんですね。サナダムシダイエット有名な、まああえて名前出しません、有名な方でも結構いらっしゃってね、調べていただくと出てきますよ、ね、学者サナダムシってやるとね、だいたいこう出てきて嫌だなと思うんですけど、研究者とか医者でもいたりとかするとまあまあ気持ちいいもんじゃないかなすごい、サナダムシのことなんですけどね、体の中に飼うってことで、ものすごく悪いことがあるかっていうと、要はですね、本来、腸で吸収されるべき栄養が、まあ、サナダムシに半分ぐらいは取られるんで、まあ、そういうのもあって、吸収を阻害されやすいんでね、サナダムシには栄養取りまれますからね、っていうのはありますね。てかダイエットってお手軽感に合わせて金稼いでるけど、それ引っかかってる人も引っかかる人もどうか、そう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 、ライズアップ系でとにかく運動しろって話しちゃうかいで、そうです、そう思います。運動した方がいいですよ、本当に。まあ、私が言うのなんですけど、全然言えないですけど、お前が運動しろよって、へい、わかりましたって感じなんですけどね。はい、銭湯に行けばこんにちはってことでね、そうそう、そんな感じですね。銭湯に行くとお尻からこんにちはって感じでね、出てきます。まあね、というものです。まあまあ、仲間は仲間ですよね、宮中ね。日本海列島常駐っていうね、まあ、仲間といえば仲間なんですけどね、サナダムシのね、正式名称、日本海列島宮中、常駐って言うんですけどね、はい、そう、体内で大きくなるってすごいですよね。はい、というところです。で、まあ、こういった巻貝なんですけども、巻貝の仲間って結構いましてね、まあ、ちょっとここではちょっとまあ資料とかちょっと使えるのがなかったんで出さないんですけども、広い意味で言うとアワビとか、実際には貝が巻いてないやつね、もう巻貝の仲間ではあるんですよ。要するに見るからに巻貝の子もいますけども、例えばアワビとかね、それからまあだから二枚貝じゃなくてね、こう要するにくっついて吸盤でくっついてるっていうね、吸盤でくっついて殻を持ってる形状のね、子たちが仲間なんで、まあ川に行くとねタニシとかいますけど、海にいるこの巻貝の貝っていうのはですね、ほぼほぼ何かのね植物だとか、まあそれからまああれですよね、ちょっと動きの遅い動物にくっついて寄生していることが多いですね、すごくね。はい、というところですね。まあ、このねサイクルをちょっと覚えておいていただいてなんですけれども、してですね、ちょっと画面のスクリーンを出していきましょうかね。はい、あれこれじゃないな、こっちだね。あれ何かがある。あ、これか。あ、こっちだね。これだ。はい、これじゃないな。あ、そっかそっか、今日の予告のあれから出さないとダメだね。ちょっと待ってくださいね、ちょっと資料出します。肝ソースバターとかね。で、まあね、結構ね、この二世紀中っていうのはですね、宿主を、まあなんて言ったらいいかな、操る黒幕なんて言われてるぐらいですね、まあこの生物のね、いわゆるこう生態系の中で非常にですね、まあ何て言うかな、存在感が薄いように見えるけど実は強いっていうね、やつらでございましてね。はい、
車庫に寄生する、これだね、はい、これね、はい、ちょっとね開けときましょう。ちょっとね今準備してますね。ちょっとスクリーン出しますんでね、はいはい、ですね、まあウィンドウということでちょっと出ますね。はい、うん、これですね、うん、まあ、車庫はとりあえずいいや、車庫のやつはいいからとりあえずこっち行こうかな。はい、二世宮中ですね、まあ、宿主を、ね、操る黒幕の正体って感じで、まあ、高知大学総合研究センターのここね、生物とか研究されてる先生だと思うんですけどね、うん、で、まあ、これさっきの図ですね、はい、で、この最初の文章のとこちょっといきましょうかね。ですね、ここがいいかな。ですね、ここに書いてないかな。あ、ここだね。はい。二世宮中の話書いてあるんですけども、二世宮中っていうのはですね、まあ、水田とか、古書、ね、に、住んでいる人たちがですね、しばしば悩まされる恐ろしい地方病があるって、これが日本中血球中の話ですよね。これじゃないの、ちょっとこうかな、じゃあこっちの話しようか。はい、で、まあちょっとね、その巻貝の中でもちょっと変なのがいましてですね、よいしょ、はい、ちょっと待ってくださいな、これか、はい、あ、そう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 ね、アワビ、肝バターソースで食べたら、まあ、美味しいですよね。でも友達で、ヤンヒーとか MD ダイエットとか未承認の、個人輸入している子いるけど、それよりがやっぱりサナダムシの方が安全ですか。まあサナダムシは気持ち悪いだけだからね。お尻からたまにこうこんにちはするとかね、お尻からそうめんこんにちはとかって、まあ、どっちが安全だったら、まあ、どっちもどっちだけどね。ただあんまりね、海外の何も言いましたけど、個人輸入で薬の個人輸入で、まあ、先日も言いましたけど、本物がつかめるっていうのはまああんまないっすよ。うん、まず確認ができないじゃないですか。だから送る方もね、分かってんですね、それね、うん、で責任もないじゃないですか、分かんないじゃないですか大体、うん、だからもう本当にな、それこそ変な話ですけどもね、効果あるんだかないんだかってことにね、すごいお金かけますからね。はい、そうです、高知大学にね、そうです、やってる方います。はい、でそう、そして HPV ワクチン、あ、そう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 、推奨再開の議論、コロナ段階後だって、一段落後ね、うん、まあでももうあれは決まってますよ、ずいぶん前から。うん、まあコロナがその再開するって言ってる時に、まあコロナの騒ぎが出てきたんで、まあそっちにこうガーッと流れいっちゃいましたけども、まあ今日だったかな、今日だな、まあ岩田先生もね、ツイートされてましたけどね、あ、教授ね、うん、岩田教授もツイートされてましたけれども、もう今になってね、その HPV ワクチンね、だから子宮頸がんワクチンですよ、9ね、がその危険とか言ってる、まあ専門家ってそもそも専門家じゃないよねっていうふうにおっしゃってたんですけど、まさにその通りで、当時もですね、まあ、相当そのだから海外論文がまあ主ですけどね、安全性に関する論文は相当出てたわけですね。でもそれを要はガン無視してったわけですよね。だからなんかまさに今のなんかマスコミ状態ですよね。そういうことしてってですね、まあね、その対象年齢の子たちが接種したのが 1% 未満ですからね。そんなことやって今後どうすんだろうなっていうのがちょっと、まあそのね、救命策っていうのかな、もう本当になんとかそのなんていうのかな、その
要するに打てなかった人たちって、まあ、おそらく今20代も超えてるんですよね。それによって打てなかった人たちが。で、そういう方々たちに対してどういうふうな、ね、救済策を投じていくのかっていうのが、ちょっとこれね、足じみのお味噌汁を飲まれてたということで、ミキミキさん、こんばんは。はい。そう、ヤンヒーね、亡くなる人もいるっていう、だから、何度も言いますけど、海外の薬剤量って日本人に必ずしも合うとは言えませんからね。そう。いや、本当にね、その HPV ワクチンがね、北朝鮮以下の接種率になっちゃいまして、いや、これはまずいだろうって言って、やっぱ医学、まあね、ちょっと医学界全体でこれはまずいだろうっていう話にあったんですよね。で、まあそうこうしているうちに、実際子宮頸がんで亡くなる方がですね、元に戻るところが増えちゃったんですよ。予防接種やめた途端にね。だからこれはまずいだろうってことにやっぱなるわけですよ。だからね、さすがにね。M1 さん、こんばんは。はい、いつもありがとうございます。というところですかね。というところでちょっと、解説入りますよ。はい、これか。はい、でですね、まあ、巻貝の話なんですけどね、これ、シャコに寄生する謎多き巻貝の起源ということで、まあ、これね、一種類だけですね、非常に動きが機敏なシャコにですね、寄生するですね、巻貝というですね、ちょっと、まあ、変わり者がいます。本来ね、巻貝っていうのは、まあ、何かしらのね、生き物、生物、だから植物も含めてなんですけども、生き物に巻貝は結構寄生しがちなんですね。で、ここにも書かれてますけれども、ここ書いてあったかな、なんか、あ、これね、巻貝に、シャコに寄生する巻貝さんね、これなかなか衝撃的ですけど、巻貝の中にも、まあ、寄生虫が寄生しやすいんだけれども、まあ、全部じゃないですよ、特に海にいるのはね、まあまあ、ちょっとまた別なんですけれども、淡水に住んでるね、巻貝にはね、どうしてもそのさっき言ったセルカリアとかね、まあ、そういうのがいたりしたりはしますけどね。まあそれはいいとして、まずですね、背景。他の生物に寄生して暮らす生物、寄生生物は様々な分類群で見られ、動物の進化の過程で200回以上生じたことが知られています。その一方で、自由生活性の、祖先的なグループからどのような過程を経て寄生生物が進化したのかという根本的な部分についてはほとんど分かってませんと明らかになっていません。石川下田美族の巻貝、太指シャコ類、まあ、甲殻類ですね、の腹にですね、吸盤でさっき見たやつですね、付着して暮らす、ね、寄生者ですということでね、大きさは1から6ミリ程度、全然肉眼で見えます。はい、で主に熱帯から亜熱帯の浅瀬にね、生息してます。浅い海にね。で、まあ、大きなメスと小さなオスが、つがいでね、寄生してですね、シャコのお腹ですよね、にこう卵を産むわけですよ。で、繁殖するというね、まあ、ちょっと変わり者がいます。ただ、他の巻貝もですね、まあ、ちょっとこう書かれてますけど、海に住む巻貝に関してはですね、ちょっとここ見にくくなっちゃうか、ここね、他の動物に寄生する種類が多くて5000種類以上ですね。まあ、さっき5500ぐらいいましたけど、まあそのぐらいいます。うん、で、ほぼすべての動き、このそのすべてがですね、動きが要は鈍いね、あるいはですね、固着性の無脊椎動物、例えばこうナマコとかね、ヒトデとか、ゴカイとかサンゴとか、まあそういうところにね、寄生しているんですね。宿主としているんですね。だから貝にも、まあ、こう寄生虫って結構いたりするんですよ、巻貝にね。巻貝に寄生する寄生虫、まあ、だからさっきの偽吸虫類は、まあ、ほとんど陸上なんですけどね、陸上で暮らしている子たちが多いんですけれども、貝が貝に寄生されて、貝は何かに寄生されて、貝も何かに寄生しているというね、そういうものなんですね。で、今これは目黒の寄生虫館でですね、まあ、こういったその、まあ、
何かに寄生して生きている、巻貝ってそういう貝なんだよ、寄生巻貝っていうね、そういう展示やってますんで、もしよかったらね、まあ、そんなに広くないんで、まあ、30分もあれば十分見えるところなんで、ね、行っていただければなと思います。で、まあ、無料なんでね、グッズかなんかこう1個ぐらい買っていただくと、まあ入場料の代わりになってですね、ミュージアムショップでね、なんでぜひ、まあね、いいものなんでね、こう残ってほしいなーっていうのがありますから、まあ、ちょこっとね、まあ、落ち着いたらでもいいと思うんですけどね、行っていただければななんていうふうに思います。はい、ね、というとこですね。はい、あれおかしいな、これじゃない、こっちだ。はい、というところですね。はい、またね、ちょっと待ってください、またコメントジェネレーターがね、どうもこれなんかね調子悪いんだな。うん、2時間堪能しました。2時間もいたの、すんごいな。はい、本当で、はーい、さあ北、さあ朝日を粛清と自己批判っていうふうに、そうだね、 HBV 再開するなら男性も一気にやればと思う。私もそれ同感なんですよね。いやあれね、男女両方やるべきなんですよ、ただむちゃくちゃワクチン高いんですよ。他のワクチンに比べてもう驚きの、ね、価格ではあるんですよね。だからおそらくそこでうんってなったのかもしれないんですけど、そこはね、なんとかね、やっていただきたいなというふうに正直思いますね。はい、まあ同時で並行接種ね、本来はね、まあ、コロナ後に後回されにし、してしまう、まあ確かにね、まあ、コロナの後に後回しっていうのもちょっと残念な話でありますよね。同時執行しないとダメですよ。もうだってそのぐらい時間が差し迫ってることだから、子宮頸がんで亡くなっちゃう方もね、やっぱり毎年ね、まあ大体まあ3000人前後はいますからね。あかりさんこんばんは。2時間も堪能してきた。気持ち悪い T シャツを買ってみようと思ったけど、1000円を放り込んでおいた。ああ、なるほどね。まあそういうのもありかもね。さっきのディスクトップですか？ディスクトップじゃないんだけどね。中村さんこんばんは。はい。ってことでね、まあこういう面白い生物いるんでね。はい。高額なのは製造コスト、量産しても安価にならないんですね。ね、まあちょっとすごい難しい話になるんですけど、ワクチンの、まあ、生産工程ですよね。はい。この写真は何ですか？ですね、車庫に寄生する巻貝です。はい。一言で言っちゃうと。この子たちはですね、シャコという、まあ、よくお寿司のネタで載ってるじゃないですか。シャコ。ね、シャコ。シャコのお腹に、こう、つがいで寄生するんですね、巻貝。巻貝がつがいで寄生して、卵を産んでいく。でも、別にこれはですね、共生してるんですね。寄生中なんだけど、寄生してるんだけど、寄生外なんだけど、共生してます。一緒に暮らしてる感じです。はい。喜び組以外の人も接種するの？北朝鮮の女性。どうなんですかね。北朝鮮のさすがに医療事情は全く分かんないですね。全くつてもこれも全くないですからね。はい。医療保険制度でどれだけ素晴らしいのかよくわかる自費負担でのワクチン接種、本当そうですよ。実際にね、だからそのワクチン接種が、まあ、公費じゃないですかね。公費負担なので、すごくこう受けやすいじゃないですか。そんなね、まあ、1回接種するごとに2万5000円とかねするようなワクチンなんですよ。まあ、値段のちょっと低いところで、ここに今ちょうどですね、国立国際医療センターのトラベルクリニックのワクチン価格表というのがあるんですけども、それによればですね、
HPV ガーダシル、ワンショット、15,500円、それから旧家の、出ましたねシルガード9種類のね、入ってる HPV ワクチン、これが 28,600円です。ただ、国立国際医療研究センターのトラベルクリニックでは学割というのがありまして、その学割を使うと、ガーダシルが 14,000円だから、15,000円ぐらい安くなるんですかね、それからシルガードが26,950円、これを自費で出して接種することになるわけですよね。これがね、やっぱ思いでかいと思います。そうです。車庫はね、お寿司屋さんの中でね、私好きなんです、実は車庫ね。ただ、どちらかっていうと、お寿司屋さんの中でいうゲテモノの分類に入りますかね。私好きですけどね。はい。ちょっと、なんていうのかな、癖があります。この車庫ってね。はい。とりあえず、医療ただらしいよ、北朝鮮。あ、そうなんですね。つつさん、こんばんは。はい。帰省されても車庫に害はないんですね、これね。一緒に暮らしてます。はい。どういうことかというと、ですね、これはですね、お腹の、だから要するに、矯正しないとですね、要するに、帰省してる宿主が死んでしまったら困るわけですよ。だから、矯正してますね。お腹にですね、吸盤で付着して暮らす寄生者です。ってことでですね、その巻貝の名前が、石川下ダミっていうね、名前の貝なんですけれども、なかなかすごいですよね。で、最後にですね、なんて言ったらいいのかな。これはね、結構ね、その巻貝が、巻貝って何かしらにこう寄生していることがすごく多いんですよ。例えばそのね、水草くっついてこう水草食べてたりとかするわけですけども、そういうのとかはね、今後変化していくことが多いんですよね、寄生の仕方がね。その辺をこう研究している研究の一つでもあるんですけれどもね。今後だからもしかしたら車庫にこう害を加えてしまう可能性もありますよね。結構そういうの多いんです。はい。ということでですね。はい。ちょっとですね。はい。石川さん発見したんですかね。どうなんでしょうね。シル飛沫、ガードタイムリーな名前ですね。確かにね。シルガードね。情報筋によると、キム・ジョン、新型コロナワクチン打って、不幸にも副反応、激しめに出てるって噂だよって、あ、本当、キム・ジョンってどうなんですかね、北朝鮮って全体的にそうですけど、分かんないですからね、本当、いろんなことがね。日本農園の場合、シルガードに至っては4倍、そうです。ちなみに日本農園がおいくらかというとですね、おいくらって言い方変ですけど、ですね、6000円、6000円ですね。輸入ワクチンも国産ワクチンも6000円です。はい。で、ちなみにその1万円を超えてくるワクチンというのは、そんなにたくさんなくて、これ輸入の A 型肝炎ワクチンね、それから輸入狂犬病ワクチンはどっちも高いですね、それから、4種混合ですよね、DPT-IPV、100日咳、破傷風、ジフテリア、ポリオ、これの、混合ワクチンが1万円ぐらいですね。これはあれですからね、国立国際医療センターのトラベルクリニックの、自己負担の金額表からお話してますからね。それから、帯状疱疹の、シングリックスね、これが19,500円。あとは肺炎球菌ね、プレベナー13、これが15,000円。あとは、髄膜炎ワクチン、これはでもあれだな。
21,500円、まあ、これは高い。あの髄膜炎ワクチンは高いですね。あとロタリックスね、ロタウイルスの胃腸炎予防に使うやつね、これが12,000円。まあだからめちゃくちゃ、あと黄熱があるか。まあでもこれ黄熱はね、あれだからね、あの決まったところでしか打てないからね、あの暑いところ行くときに、あの発生国に行くときはね、これ、もしくは発生国に1回入って発生国から、別の国にこう入ろうとするときはこれ接種証明求められますね、黄熱もね、はい、というところです。金位7000でした。あ、本当、なるほど、基礎疾患ありそうですよね。ロリコックスじゃねえロリコックスじゃないからね。はい。ってことで、まあ、ちょっとあのこれずっと出しててもなんとなくあんまり気持ちいいもんじゃないんで、打ったらロリコになんねえからな。ね、はい。ってことでね、どこだっけ。あ、そうそうそう。ちょっと待ってくださいね。この場の方ね、はい、コメント、あ、ないみたいですね。はい。ということでね、したいと思うんですけども、なんだっけ、まあだからね、高いよ。だからコーヒーになんないとちょっとやっぱりね、ワンショットで、2万、ちょっとどういった、ああそうか、28,600円か、9価だとね。で4価だと15,500円ですよ、ワンショット。だから3回打ったらあれですね、5万円近いですね、大体ね。あ、まあ、なかなかすごいえぐい価格ではありますよね。はい。そうだ、うちの住んでるところ8割の人がワクチン接種完了したって、おお、すごい、千円札、トースポに書いてたのね。あ、そうそう、黄熱病ね、野口英世先生、そうですそうです。福島のね、猪苗代湖ね、まあ、近い、まあ、湖畔じゃないんですけど比較的近いところにね、記念館ありますよね。はい、というところでね、はい、まあ、なかなかながらね、あれですよ。ね、でもまあワクチンはね、いや本当だからもう別に打ちたくないっていう人に別に無理にとは言いませんけど、打ちたいのに迷ってらっしゃる方はぜひ打った方がいいですね。まあ、本当は打ってほしいけどね。そう、まあ、市外に出なければ安全そう、確かに、ね、ソフトオンデマンドとティンガが、人に頑張っているって本当によくわかんないけど意味わかんない、ロリコックス撲滅よくわからない、ってとこですよ。だからまあそうだね、阪急平野と地下鉄の兼ね合いで夢がある、家族が副反応を強く出て迷っている人います。あ、それはね、いるんだよね。で実際にそのワクチンの種類でっていうのもあるし、まあどちらかっていうとそのあれですよね、だからファイザーのだからね、コミナティよりも、モデルナの方がね、まあ、副反応は出やすいです、これは確か。ただそうなってるちょっと背景もね、しといてほしいのは、まあそうだね、そうなんだよね、生理の時コロナワクチン接種って、かぶさない方がいいですか。ね、基本ね、動かせるんだったら避けた方がいいですね。っていうのは、やっぱ、抵抗力落ちてるじゃないですか、体の。ただ、まあ、関係ないとは一応言われてます。はい。関係ないとは言われてますけれども、なるべく体調万全な状態で行った方がいいので、まあ、人によってそこもね全然違うんですけどね、ものすごい体力奪われる方もいますしね、
ただどちらにしてもこう出血している状態にあるので、あんまりこうおすすめはしないですね。はい。打ちたくないなら打ちたくなくていい。その代わり、そちら側で打ちたい人に打たないことを強要しているのはなしなっていうのが、なんだか通じない。そうなんだよね。あのね、本当ね、打たなくていいけども人に強要するなっていうのはそれあります、ね。はい。自分も昨日、39度2度まで上がりました。寒気で身震いして打たなければよかったなんて思ったりもしましたが、解熱剤飲んでピンピン、今はやっぱり打ってよかったと思います。そうなんですよね。ファイザーの方が副反応出ないならファイザーかな。10日後に、予約取れた。お、よかったですね。そこからさらに10月初めですわ。ああ、なるほど。ああ、そうか。10日後に予約取れたってはファイザーですかね。やっぱりね、あのね、そうですね、どうしてもね、ちょっとこのその副反応の背景もちょっと知ってほしいんですよね。っていうのは、まず保存温度の問題があるので、ファイザーってその保存できる冷蔵庫ね、がきちんとその配備されて管理されていることが条件になってくるんですよ。まあ温度管理がね、ちょっと温度が緩和されたとはいえ、あのモデルナと比べるとですね、どうしてもそのタンパク質が壊れやすいっていう性質を持ってます。でモデルナはですね、その方が冷蔵温度がもうちょっと高めなんですね。なので、まあ、ちょっとその保存するところがあれば、モデルナはその要するにだから、職域接種とか、まあ、そういうところに非常に向いてます、ね、あの管理とか温度管理とかもね、そういうのがあります。はい。確かアストラゼネカは、あれじゃないかな、そんなに低い温度じゃないんですよね、管理がね。もともとあれですからね、遺伝子組み換えですからね。はい。そうですね、確かに生理痛で体調不良に副反応重なったら死にますよね。しんどいことはまとめてって思ったけども、まあやめた方がいいですね。特におつらい方は、やめた方がいいですね。はい。アメリカの友人と、接種の話で、アメリカでも医療関係者でワクチン接種しない場合解雇を言い渡されることがあると言ってました。それはそうでしょうね。いや、自由ですよ。自由なんですよ、基本的にね。ワクチン接種するしないはね。ただ、医療従事の場合は、お仕事としているところが、扱っているものが人の生命なわけですよ。だから、その扱っているものが全然違うので、そこは、まあ、打たないのは自由だよね。だけど、ごめん、うちの職場ではちょっともう採用できないよってなっちゃうのは、もうそれは職場が自分の職場を安全に守るための手段ですから。いわゆる我が国にはね、解雇通告っていうのがありまして、まあ、3ヶ月前にね、理由でね、そう、職業の選択も本当自由ですよ。だから別にね、医療関係じゃなくても他の仕事行ってくださいというふうになっちゃいますよね。そういうのね。病院などの場合はワクチン打ってませんがリスクとなり得るから仕方ないんで、そこです。はい。そうです。雇用者か従業員に義務化するのもね、自由です。まああんまりその表には出てないですけども、医者とか看護師っていうのは大体そのね、まあ、入職するときにですね、医療従事者向けのワクチンっていうのはもともと打ってます、コロナ以外にもね。例えばその、まあ、私が普段こう、お話ししている、MR ワクチンとかね、それから、まあ、あと B 型肝炎とか、まあ、そういうものをね、要するに仕事上ですね、まあ、B 型肝炎に関しては完全にこう自分を守るために打つわけですけど、間違えてね、注射針ね、排気処理とかしてるときに、使い終わった注射針とかね、間違えてブチューとか刺しちゃったときに、ギャーじゃ済まないですからね、本当に。まあ、そういうのとかもね、あるんでね。そうです、そうです。あなたにも自由があるんです。でも、職場にも自由があります。そうです、そうです。肝炎です。はい。どうしてもね、肝炎はね、どうしてもね、おそらく想像されてるよりも間違って、要するにまさかその患者の前で刺しちゃうってことはないですよ、自分にね。
まあ、たまに暴れちゃってっていうのありますけど、大体がそのいわゆるこう捨てるじゃないですか、一回で、その捨てるためにいわゆる医療廃棄物まとめてきたものをまた医療廃棄物をこう捨てるところにちゃんとまとめて、こう蓋の閉まるバケツがあるんですけどね、それにこうピタッと閉まって、まあ、持ってくるわけですね、でその要するにバケツもね安くないんですわ、その医療廃棄物をしまう、捨てる、ね、だからなるべくぎゅうぎゅう詰めにして捨ててくれと言われるわけです、当然ね、だそうすると、なるべく詰めるわけですだからそうするとですね、やっぱそういう時にね、事故起こしにかなってなりますね。はい、肝炎のワクチンって希望したら打てるんですか？打てますよ。まあ国内から出ないんだったら B 型肝炎だけでいいかなと思いますけど、まあ、海外とか行かれる、あとはそうだね、災害支援とかされる方は A 型肝炎も打たれた方がいいですかね。これ理由がありまして、どうしても災害支援してるとですね、この A 型肝炎っていうのはその不衛生な水から感染することが非常に高いんですね、で不衛生な水とか、あとそれから不衛生な食べ物とかね、そういうところから感染すること多いんで、だからまあ、災害支援される方とか、それから、ね、そういう方は打たれた方がいいです。 A 型肝炎、 B 型肝炎、これは打った方がいいですね。そうだね、B 型肝炎5500円、はいピンポーンです。はい、肝炎のワクチンダジャレでした。肝炎じゃねえ、肝炎なベト、カンボ、ラオス、この辺り必須。そうですね、A 型肝炎は打たれてってことです。アジアはね、結構私も辛い思いしたよ。 A 型肝炎だかなんだか分かんないけどね。まあ、あとロシアでもなんか倒れそうになったね、なんかかかっていや、なんか何食ったんだっけな、何食ったんだか忘れたけどね、もうね、ずーっとなんていうの、こう気持ち悪いんだけど吐けないし、なんか頭もボワーっとするんだけど、なんだこれっていう状態でしたよ。もうそういうのありましたね。あ、そうです、自衛隊員もそうですね、打ってますね。はい、バック全部打ちたい。BAC ね。はい。C はね、ないんじゃない確か、C はないけど、A と B は打ってます。はい。あとはね、打っといた方がいいのは、破傷風かな、災害支援とかされる方はね、どうしても傷。傷ができて、そこから、例えば、東日本大震災の時も結構破傷風ね、増えたんですよ。なんで、まあまあ、そもそも破傷風年間、まあ、何もない時でも100人前後患者さんがいるんですけども、災害とかあるとバンと増えるんですね。だから、まあ、破傷風とかもまあこう、ね、災害支援とかもしされる、ね、何かそう活動されている方は、ね、打っといた方がいいですね。人に噛まれたら必ず打たれます。そう、相手が人間でもそうです、そうです。はい、打たれますよ。はい、人の口が一番汚い、らしいってワールドワイドです。いや、そんなことはないです。そんなワールドワイドって言えるほど言ってないですよ。ただ頭おかしいんで、ただバックパックしていただけですよ本当頭おかしい。やることむちゃくちゃなんですよ、昔から。何にも考えてない時ありますからね。だって、でも今でもできるな、別にな。言葉全く通じないところ行って、とりあえず英語も通じないとこ行ってどうしようかなって言って、行ってから考えるバカですからね、俺ね。頭おかしいですよ、どう考えたら。猫に噛まれ、倒してれば破傷風の自然抗体が噛まれ倒してればいや、まあ多分きっとこの前ひどくなったけど、やっぱ予防接種はしといた方がいいですよ、ね、破傷風の予防接種はね、何か機会があったら受けといた方がいいと思いますよ。おそらく子供の頃やってると思うんですけれども、
その抗体が維持されてるとはちょっと限らないんで、まあ、こう人によってはね抗体残したりするんですよ、うん、そう、相手が噛んでもワクチンって何ワクチン、まあその場合はね、まあそうだな、 B 型肝炎でもあったりね、狂犬病打たれたりとかもいろいろありますけどね、まあ何が映ってもおかしくないですよ、人に噛まれた場合はねまあ相手がそういうの持ってればですね、子供から B 型肝炎が映ったっていうのもありますからね子供から噛まれて、マジと思いましたけど、でもまあ分かんないですからね、いろいろね、その辺はね、猫そんな噛むのかな、そうです、水害とかあったらですね、やはり破傷風の抗体なかったら危ない、そうです、そういうことです、はい、なんでね、まあ機会あったら破傷風とか打っといた方がいいですよ、まあ一番いいのはね、全部こう抗体をね見ればいいんですけど、抗体測るのもね安かないんですよ、だいたい抗体を見るのが2500円ぐらいです、だから2500円で、まあ、あとその後その抗体がなかったら注射を打つことを考えたときに、だいたいその検査をやるんだったらワクチン打っちゃった方がいいかなっていうのもありますね、そう、熱海市のねその件もありますからね、設計船の間の災害対策本部で破傷風予防で靴底、やってましたね、鉄板ね、はい、赤字ということで、ありがとうございます。はい、そしたらですね、まあ今日すいません、後半ちょっとワクチンの話とか破傷風の話になっちゃいましたけども、今日はですね、まあ寄生巻貝と二世吸虫類のお話をちょっとさせていただきました。まあ巻貝って海にいるものに関してはほとんど何かに寄生してます。で川にいるものに関してもだいたい水草にくっついたりとかね、まあコンクリートくっついてこう藻を食べたりとかしてるんで、まあ何かにくっついてるんですよね。っていうのが多いです。まあそれはその形状がああいう形なんで、何かにくっついてないと生きていけないっていうのはまずあるんですけども、自分たちが繁殖するために何かにくっついてこう寄生するっていうのはね、こうありますね。はい。ということで、まあそしてその貝自体もね、何かに、寄生されている。これが二世吸虫だよっていうね話ですね。まあ、その展示今やってますからね、目黒の寄生虫館で、ぜひ目黒の寄生虫館行ってね、まあ密を避けて、見学行っていただいて、よかったらですね、グッズ買っていただいて、でまあネットでも買えますからね、ぜひその辺もね、水素をかけて焼けば大丈夫なわけに、なわけにって。ってことでね、介護の世界では、利用者、職員に噛むことがありますね、うちは先輩が抱えてるとき利用者から噛まれて噛むのが変わってしまったの、そういうときはねやっぱ一応検査した方がいいですよ、でまあ病院すぐ行った方がいいですね、人に噛まれたとき、特に赤の他人に噛まれたときは、そうそう、帯状疱疹過去になったんですけど、今から帯状疱疹のワクチン打てます、打ってくださいぜひ、また出る可能性ありますからね、はい、ということですね、はい、ということで、本日もドクターラスカル、2330、ライブ配信をですねご視聴いただきましてありがとうございます、はい、ですね、よいしょ、はい、あれまた消えちゃった、おーい、ちょっと待ってくださいね、はい、YouTube でご視聴の方はですね、右下のラスカルアイコンから、チャンネル登録の方をお願いいたします、ニコニコ生放送ツイキャスショールームオープンネック TV でお聞きの方はぜひフォローお願いいたします、本日も夜遅くまでお付き合いいただきありがとうございます、お休みの方はゆっくりお休みください、夜勤当直など今時刻現在お仕事勤務中の方は朝まで長いですけど、事故などないよう安全第一で頑張りましょう、ということでお疲れ様でした、おやすみなさーい。